があったんですけど、まあそれは置いといて、マキマキマキさん、アジサイの花言葉調べたよ。そう、季節が移り変わるからね、ああいう花言葉なんですよ。そう、今日地震ありましたよね、かすみん大好きさん。皆さん地震大丈夫ですか？なんか関東北、あ、東北じゃない、千葉、千葉東方みたいな、千葉東方が故郷みたいな聞いたんですけど、レッスン中で揺れました。なんか最初めまいかなって思ったんですけど、びっくりしました。電車止まってない？止まってなかった。普通に動いてますね。え、キャスミさん、緊急地震速報焦った。え、私のところは速報流れませんでした。そう、結構長くなかったですか？めっちゃ揺れた気がする。カズヤさん、原宿行ってエリーに会ってきたの。いや、なんかその後レッスンだったんで撮影会には参加できなかったんですけど、千葉エリーさんのファッションプロデュースされた服を買ってきました。6月下旬に届くって聞いたので、また皆さんと一緒に開封していこうかなと思います。開封って何、なんか、いやいや、チッパーのダリさん、かすみほっぺがピンクやけど自然なチーク。いや、今日はすっぴんですね。あ、すっぴんじゃないか、今日はまつげと、まつげを描いてます。まつげ描いてますっていうか、まつげを上げてます。かすみだしきさん、ゆなちゃん大丈夫かな。確かにゆな千葉やからね、心配。でもその時レッスン中やったんで、どうなるんやろ、帰れるんですかね。えいちゃさん、こんばんは。こんばんは。モノモノさん、外にいるの？そう、ちょっといろいろあって、鍵忘れたんですよ。普通に鍵忘れて外にいるんですよね。やばい、外の音がうるさい、ごめんなさい。かずくんさん、こんばんは。こんばんは。たかし、ティータカシさん、こんばんは。で、ほんまに大変なんですけど、やばい。まあ大丈夫でしょうということで、やばいです。バレるから、はい、はい、気をつけます。オッケーです、中に入れました。ごめんなさい、ごめんなさい、大丈夫です。やっと中に入れました。明日オンラインお話し会楽しみ。
かも今日汗めっちゃかいたんですよ。そう、そう、改めてこんばんは。こんばんは。こんばんは。そう、スタッフさんがちょうど通ってくれたので、よかった、もう無事に帰れます。トモヤさん、ポップフェスのレッスンだったんだね。そうですね、ポップフェスの振り付け。他のメンバーは今日違うとこでレッスンしてたので多分帰ってると思います。何、みんなポップフェスで何を踊ると思いますか？当ててください。まあ言わないけどね、正解は。まゆまゆさん、ダンスも歌も得意？いや、歌はちょっと苦手なんですけど、ダンスは頑張ってます。更新していい？トリップさん、希望的リフレイン濃いって思ってる。おー、なんでですか？せいちさん、ネモハも、確かにネモハもやりそう。かっちゃんさん、言い訳と防波堤は硬いと思ってる。おー、楽しみですね。あ、しもちゃんさん、というより今日の6時から再配受付開始されたで。え、6月17、18は今回受付が最後みたい。皆さん、まだまだ申し込んでない方はお話し会会いに来てください。ヘビロテ、なおちゃんさん、日曜のお話し会楽しみすぎ、いっぱいお話しましょう。なおちゃん、ネモハもね、皆さんポップフェス来ますか？ポップフェス来る方は、ね、どこら辺にいるか聞きたい。みんな申し込んでくれる？あ、キャスミさん、また画像作っとく。よろしく頼みます。可愛いの作ってください。言い訳メイビー、言い訳メイビーね、やりそうだよね。ね、あれさ、作るの本当にすごいと思う、マジで。私本当にああいうの苦手だから。トモさん、最強ツインテール、あー、最強ツインテール やりたいね。シュウさん、16シンパシーが見たい。あー、やりたい、全部やりたい。アキラさん、蜂の巣いいですね。蜂の巣ダンスやりたいです。メキシカンサンドさん、明日のお話し会でいろいろと決めます。お、何決めるんですか？推し？岩手人さん、こんばんは。こんばんは。チャンキスさん、ポップフェスとお話し会どっちか行くかな。待ってますよ。ガッチャンさん、法定速度やってくれん？私めっちゃ法定速度やりたい。本当に最近本当に法定速度ハマってるもん。マジでね、法定速度やったら盛り上がるよね。てか劇場でもやりたい。チャンキスさん、野菜シスターズが見たい。私野菜シスターズ大好きなんですよ。野菜シスターズの MV 見てハマったんですから、 AKB48 さんに。マジで野菜シスターズ大好き。おはよう。可愛すぎるでしょ。なぎささん、こんばんは。こんばんは。君のことが好きだからとか、あー、やりそうですね。私口滑らないから大丈夫。私そういうの得意なんだ。ポーカーフェイスだから。ミキシカンサンタさん、7月のフェスはチケット買ってる？あ、ウルトラスフェスかな。ありがとうございます。待ってます。私めっちゃフェスやりたくて、ほんまに早くやりたい。フェスめっちゃフェスやりたかったね。豊洲だよ。しかも豊洲さ、めっちゃいいじゃん。わかりますか皆さん、豊洲行きたい。
トマト？トマトになる。あきひろさん、意外と喋りだから危なさそう。いや任せてくださいよ、私全然。確かになんかさ、ね、言っちゃいそうだよね。でも言わないので安心してください。豊洲行きたい。TKP さん、君好きと同君か。あ、そうそう、どうしても君が好きなのさ、略し方って何になるんですかね。同君になるのかな。ようさん、こんばんは。こんばんは。トマトはセンターかな。野菜。わーわーわー。ストーンコさん、18期も特典会やればいいのに。あれですか、どうしてもあれ、ソロイベントみたいなやつですか。同君、藤木さん、同君だな。同君か。ドーンさん、18期顔に出る子多いから。いや、それはもう分かる、分かります。でも私はポーカーフェイスだよ。ポーカーフェイスで合ってる。私はもう顔にも出ないし、何、声にも出ない。あれなんよ、何やったっけ、そういうの得意なんですよ。匂わせるときは匂わせるけどね。メキシカンサンタさん、実はさっき AKB カフェで CD 渡し会参加してきたよ。おー、いいな。もう私もカフェ行きたい。いつか行こうと思ってるんだけど、6月までだよね。6月の頭ぐらいだったから早く行きたい。あ、え、なんだ、アダイリさん、サラスキーさん、こんばんは。こんばんは。どう好き。藤木のさ、イラちゃん匂わせすぎ伝説。もうユナはバレバレやって。あれもうユナはバレバレやってね。カスミンさん、カスミン嘘つけなさそうだけど。いや、そうなんよ、嘘つけんけど、そういうね、楽しみなことはちゃんと我慢できますよ。安心してください。カズヤさん、今日はラフォーレとカフェ行ってき、そう、ラフォーレ行ってきた。しもちゃんさん、6月5日まで。そう、5日まで。じゃあもう行くしかないやん。行ける日あるかな。ニンニクさん、できるようなカスミン。何のポーズ。もっと楽しいさんさん、え、そう聞いて、もっと楽しいさんさんのさ、なんかカスミメール書いててよね。でもさ、私からカスミメール見れないんだよな、ハッシュタグ。なんで、私の設定が悪いんですか。あれなんか見れる人と見れない人がいて、もう本当に何なの、ツイッターね、ほんまに。カスミメール多分楽しいさんさんつけてくれてると思うんだけど、なんか見れないの。ともさん、俺のは見えてる、見えてる。ロージャーさん、明日のオンラインうまく話せる自信がないです。私が喋るので安心してください。え、何話そうか。ロージャーさんはバンドマンでしょ。名前がバンドマンから来てるって知ってるよ。トキワさん、どういうこと。トキワさんのは見えてる。え、そうなの、検索しても出てこないの。そうそう、赤によって検索しても出てこない。そう、え、キャスミンさんのも出てこないの。あのさ、なんかさ、新しくさ、ピンクのさ、自負みたいなさ、やつ作ってくれてたじゃないですか。あれ見れないの。え、本当に、もうマジで本当に悲しくて、なんで見れないの。かすみ大好きさん、私のは、え、見れない。え、かすみメールつけてくれてる。かすみ大好きさん、例えばハッシュタグ工藤かすみなら見れるよね。わかんない。でももう本当にかすみメール見れないんだよね。見れる人と見れない人いて、なんなのってなってる、怒ってる。
そうピエンピエンだよね。ピエン私もわかんないんですよ、リュウタロウルマンさん。なぜ見るの？そう。でもリュウタロウルマンさんのは見えてます。ユキオさん、なんで見えないんだろう。推しが足りないのかな。そうだと思います。愛が足りないんだと思いますよ。私まで愛を届けてください。ジーナスさん、カスミまさかナイト社じゃないよね。ね。私ナイト社に見える？みんな。そうそう、アートオブホテル見て見えてない方はまだわかんないかもしれないんですけど、内通者が AKB48 メンバーにいるということで、まだ見てない方はぜひ TVer かなで見てみてください。それではランキングの方読みますね。13位の方から読みます。プッチーニさん、13位おめでとうございます。そして12位おーちゃんさん、おめでとうございます。で11位ハヤトさん、ありがとうございます。10位シュウさん、ありがとうございます。9位トモオさん、あとせやかてくどう、ありがとうございます。そして8位はもっと楽しいさわさん、かすみメール、もっと楽しいさわさんのアカウントまで行ってかすみメール書いてくれてるか見ますねこれからめんどくさい。7位クリスターの台湾さん、清水さんハンサム、ありがとうございます。クリアスティアーノさん、ありがとうございます。クリスティアーノの台湾さんのも 見た気がする。6位ニャンニャクさん、ありがとうございます。ニャンニャクさん、ありがとうございます。5位ユキオさん、ありがとうございます。そして4位カズヤさん、アットハチマキの人、ありがとうございます。いっぱいお話ししましょう。で3位クライフアットセアカテクド、クライフさん、ありがとうございます。イエーイ。で2位は鳥海浩二さん、ありがとうございます。で1位はチク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 ン、トリッピーさん、ありがとうございます。トリッピーさんちゃうわ、なんでトリッピーさんできたんや。1位コスモさんですね、ごめんなさい、コスモさんでした。え、なんで？なんか今トリピーさんのコメントが見えたんですよ。ごめんなさい。1位はコスモさんです。何か読んでほしいコメントはありますか？パチ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 。ありがとうございます。気をつけて帰ってね、ありがとうございます。スーさん配信ありがとう。皆さんありがとうございました。明日楽しみ、楽しみ本当に。コスモさん、なんか言ってほしいことないですか？また明日です。おやすみなさい皆さん。おやすみ、明日頑張ります。